どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、大の大冒険の第59話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、4日間の間にというところで、 ポップとマームがですね、カール王国の森の取り出で、まあ、こう、カール王国の女王,で女王であるフローラたちとまあ合流することができていたわけなんですが、バーンに負けてからの4日間でですね、バーンたちが、こう、地上を消滅させるためにですね、まあ、大陸中を無差別攻撃をしたりしていたっていうことがね、まあ、伝えられたりしてました。 ま個人的にはですね、まあ、こうバーンたちがですね、ロモス王国の街をですね、まあ、こう一瞬で消滅させてしまったっていうところで、まあ、人がですね、光に飲まれて消えていくっていうところが、まあ、一番ね、見ていてえぐいなと思ったところではありますね。またね、 偽勇者一行の方もですね、本当にすぐ近くでバーンバレスからの攻撃が、まあ、行われていたわけなんですが、まあ、偽勇者一行の方はですね、まあ、こう死ぬっていうことはなかったっていうところで、まあ、ほっととしたところではありますね。さすがにね偽勇者一行も死にはしなかったものの、まあ、危うく一歩間違えればね攻撃に巻き込まれていたっていうところで。 まあ危ないところだったなっていう感じでしたね。まあ、とはいえバウスン将軍やノバの故郷であるリンガイアの方もリンガイアの方もですね攻撃されたりしていたわけなんですが、まあ、それは攻撃されてもなすすべがないっていうところもですね結構辛いところではありましたね。まあ、そういうところでまず1つ目の感想である4日間の間に というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、大の死というところで、バランからの頼みを受け入れた、まあ、こう、聖母竜、マザードラゴンによってですね、まあこう、大もね、まあ、死ぬ一歩手前までは行きつつも、まあ、死ぬことはなかったわけなんですが、まあこう、助かった者のね、 何て言うか涙を流しているっていうところが結構印象的なところではありましたね。またねバランが第2話ですね力を超えた何かがあるっていうふうに言っていたわけなんですがまあ、こうそこからのねそこからのまあこうドラゴンの騎士がドラゴンの騎士が子供を作ることができたっていうことこそまあ、こう龍の まあね、ドラゴンの騎士の限界を悟った神の意志ではないかっていう風にね、バランが説得していたりするところは、なんかね、聞いていて、すごいこう、なるほどなあっていう感じで、納得のいくところではありましたね。まあ、しかもね、その説得で、マザードラゴンがですね、残された力のすべてをですね、最後の最後で与えてくれたっていうところにはね、まあ、本当にほっとしたというか、 本当に良かったなっていうふうに思ったところではありますね。それと、マザードラゴンはですね、ドラゴンの騎士でも神スラーも上回,る上回る力を持つ大魔王バーンを倒すことはできないっていうふうに、まあ、言い切っちゃっていたわけなんですが、まあ、でもね、実際にこうバーンの強さとかを見た後だと、本当に納得感がすごかったなというところでしたね。 まあそういうところで、二つ目の感想である、大の死というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、魔王軍よりというところで、まあ、ラストではですね、まあ、こう大魔王バーンからですね、捕虜にしたヒュンケルと、まあ、クロコダインを処刑するっていう通達をですね、まあ、こう、まあ、 世界各国に送っていたわけなんですが、まあこう、これでね、バーンに反抗する者たちをですね、いぶり出そうとしているっていうところはですね、まあ、結構わかりやすい感じではありましたね。まあとはいえ、こう、キルバーンからのですね、まあこう、まあカード占いというかね、こう、まあその結果を受けて、まあこう、嫌な予感がするっていうふうに言われていたわけなんですが、まあそこからね、 こう,歯向かう人間たちがいいるっていうことで、まあ、それをねヒュンケルとクロコダインを使って、まあ、誘い出してみようっていうふうに思いつくバーンもバーンだなっていうふうに思ったところではありますね。まあ、それとバーンがですね順調に事情を消滅させるっていう作戦を進めていく中で、まあ、こうザボエラがですねこうバーンに、まあ、とにかく取り入ろうと必死だっ っていうところがですね、まあ、こう見ていて、まあこう複雑な気分にはなりましたね。そう、まあ、ハドラのことを思うと、なんかザボエラも結構憎いなっていうところですよね。まあとはいえ、ザボエラもですね、こうハドラのことを、まあこう、まあ、侮辱したというかね、まあこうハドラのことを、まあこうバカにするようなことを言ったこともあってですね、ミストバーンからは思いっきり嫌われていたんで、まあこれがね、 この時のこうザボエラとミストバーンの中の悪そうな感じがですね、どう転ぶのかっていうところが気になるところではありますね。そういうところで3つ目の感想である魔王軍よりというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、大たち人間側の戦力がですね、 カール王国の森の砦に集結しつつあるっていうところがですね、描かれていたわけなんですが、まあフローラが話していたアバン先生のこう、ジタバタしましょうっていう言葉でですね、こう、まあポップとマームがですね、もう一度立ち上がるっていうのはね、すごい好きなシーンだったりします。またね、ダイが無事だったことで、レオナが、まあこう、涙を流して、 ま、こう、いたりだとか、ポップとマームがね、こう、そこで気を利かせて、二人だけにしてあげようってするのもね、ま、すごいいいなと思いましたね。まあ、にしてもね、バーンからのヒュンケルとクロコダインを処刑するっていう宣告を受けてですね、フローラたちが、ま、こう、どういう風に考えて動くのかっていうところで、ま、気になるところではありますね。 とりあえず次回の話でどう、まあどういう感じで話が動いていくのか、まあ、今からね楽しみにしておきたいところですそういうところで今回の大の大冒険の第59話の感想ですねこちら終わっておきますでですね今までにも第1話から第58話の感想はですねそれぞれ過去の放送で語ってますんで よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも3本更新しておりまして先輩がうざい後輩の話の第7話の感想とブルーピリオドの9話の感想そしてですね無職転生の19話の感想ですねこの3本更新してますんでよかったらこちらも合わせて聞いてみてくださいという話と 明日はですね、大正乙女おとぎ話の第8話の感想と、結城ゆうなは勇者である大満開の章の第9話の感想ですね。こちらと、86の特別編の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら聞きに来てください。というわけで、本日4本目のラジオの方、終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。